笛吹市は去年から4月10日のほうとうの日と7月11日のラーメンの日をそれぞれ足した11月21日をご当地グルメとして開発したラーホーの日としています。いただきます。はい、召し上がれ。今日はね、ラーホーの日。これに合わせて今日は笛吹市の7つの公立の保育所と一部の私立の保育所の給食にラーホーが提供されました。このうち三坂西保育所では園児が醤油味のスープにほうれん草や人参などの野菜が入ったラーホーを夢中になって味わっていました。大きい。お野菜入ってるから好き。ラーホーと一緒に食べると美味しい。なお笛吹市内など16の飲食店では今月いっぱい数量限定でラーホーを1杯500円で提供するキャンペーンを行っているということです。ごちそうさまのごちそうさまの